ジェームズ・トミオ・サイトーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス生まれの日系人、俳優である。日系人俳優として、ハリウッドで活躍するサイトーは、1955年に、カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。1976年に、在米日本人と日系人収容所を描いた、テレビ映画、さらばンザナール収容所で、俳優デビューを果たし、 これまで様々な映画テレビで活躍している。舞台俳優としてブロードウェイなどでも活躍しており、王様と私などへも出演。その演技が評価されて、2007年には、オビー賞を獲得する。主な出演作品としては1990年に、制作された、ミュータント忍者タートルズの実写版では、悪役、シュレッダー役や、人気シリーズの続編。 ホーム・アローンさん、マイケル・ベイ監督の歴史大作、パール・ハーバーなどがある。テレビドラマにも数多く出演しており、近年では、コメディドラマ、弁護士、以来の不思議な日常へも顔を見せている。2008年に、イギリスの BBC で制作された、関ヶ原の戦いを扱った、ドキュメンタリードラマ、ウォリアーズ歴史を動かした男たちでは主役である、徳川家康を演じる。 なお、同作品は東映も協力しての前編京都、撮影だったために、斎藤も来日して、撮影に臨んだ。ありがとうございます。